はい、今日は手作りキットを作りたいと思います。で、ちょっと一つ緊急事態が今日はありまして、撮影の時にですね、この白い筒下、はい、こんにちは。今日は縦長ガーランドを作っていきたいと思います。ちょっと緊急事態で撮影の時にですね、白いスターチスが間に合わなかったので、ちょっとオレンジっぽいようなスターチスでいくんですが、皆様にお届けする花材は白になってます。キットを購入いただいたお客様には白いスターチスがいくのでご了承ください。ちょっとここ今回手作りキットの動画の方は白じゃなくて黄色でいっちゃうんだけど、白と今日はじゃじゃーん、海のような青とタタリカさん、綺麗なタタリカが入ったので、まあ、ちょっとドライフラワーを感じつつもちょっとプリザーブドフラワーの青の力をお借りして、なんかちょっとイメージ的にはさざ波のような雰囲気でお届けしたいと思います。ではですね、このワイヤーにシサラーサを巻きつけます。これいつも作ってお届けするんですけど、今回はですねちょっとワイヤーで作っていくので、そのままシサラーサも別でこの土台作りから始めてください。こんな感じでワイヤーにシサラーサをワイヤーで巻き込んでいく感じです。ちょっとね多めにはお届けするんですけど、少し太くなっていくと思うので、こんな感じですね。ワイヤーを太くしていく感じです。で、これ今回巻きつけていくのでどうせ細くなっちゃうんだけど、まあ、こんな感じでふんわりと巻いてください。で、あとの他の花材をですね全部ちょっと短めに切ります。短めって言ってもまあそうだな、これの半分くらい、これくらいですね。全部です。全部ちょっと大変なんですけど、全部これの半分くらいに切っていきます。このくらいです。このくらいです。このくらいずつに切っていきます。パンパスグラスもお届けするんですが、パンパスはハサミで切ってしまうと、ちょっとパッツンになってしまうので、こういうのを切るときは折って切る感じですね。これを折る、茎を折るようなイメージで短くしていきます。そうしないとですね、先っぽが、穂の先っぽがパッツンってなっちゃうので、それを避けるために全部手でこんな感じで折るような感じで切り分けをしていきます。はい、そうしたらこれをワイヤーで巻きつけていきます。先っぽにちょっとワイヤーをこんな感じで絡ませてあげて、で好きな順にちょっとこう束を持っていただいてですね、束にした子をちっちゃい花束を作ってここに置いてつけていく感じです。ちょっとこれ面倒くさいかもしれないので、何個かこう束を作って巻く感じでもいいです。すごい地道な作業、すんごい地道な作業ですけど、あんまり何も考えない、リースの時みたいにですねあんまり何も考えなくていいので、すごい楽だと思います。こんな感じでちっちゃい花束たちをとにかく作って、順番とかは特になくて大丈夫なので、こんな感じで巻いていきます。この時にですね、あんまりこう後ろまで入れちゃうと足りなくなるので、片面にこうわーってつけていく感じでつけていきます。ではちょっとこれ早送りしますね。はい、ある程度上まできましたら、ちょっと巻きつけて終わり。はい、とりあえずこんな感じです。はい、そうしましたら、じゃじゃーん、山下さんとプリザーブドフラワーのアジサイとポアプランツとカスミソウがまだちょっと別であると思うので、カスミソウなんてちょっと多めにつけておくので、少しだけ取っといていただくといいかなと思います。まあ、つけなくても後付けはしなくても別にいいんですけど、巻ければ巻いちゃってもいいですし、まあ、もし余ってるようならつけちゃう感じです。で、山下さんの方はですね、ちょっとこう崩してあげる感じで、あんまりピンピンしてると作り物に見えてしまうので、ちょっとこう崩してあげるようなイメージでやってあげます。で、長い子なんかはちょっと半分とかで半分にしてあげて、はい、でちょっとこの先っぽですね、こんな感じで細くしてあげるとこんな感じですね。立ててあげるような感じ。そうすると切った後ってちょっと分かりにくいので、是非こんな感じです。で、それをグルでつけていきます。焼き。で、横。この山下さんなんかは横につけてあげて、ちょっと飛び出るような感じでつけてあげるといいです。またボリューム感が出るので、うにゃー、山下さんをこんな感じでつけたら、イメージは海のさざ波なので、ちょっとこのプリザーブドフラワーを入れていきます。プリザーブドフラワーを入れた後に、最後にカスミソウとパープランツを入れていきます。ちょっとなので様子見ながら、あんまり入れすぎてもただの青になっちゃうし、少なすぎても白になっちゃうので、ちょっとこの子は様子見ながら、濃い青と水色がグラデーションになってると思うので、それをちょっとうまく取り入れながら、私ここちょっとオレンジの部分、オレンジじゃなくてここ白いスターチスをお届けするので、皆さん白だと仮定してオレンジを見えなくするっていうね、プリザーブドフラワーで必殺技をしてるだけなので、まあ、好きなところにここの方がいいかなっていう。これはね、リースとは違って本当にただひたすら楽しいアレンジメントなのでおすすめです。何も考えなくていいからね。はい、では完成になります。わー、海のさざ波縦長ガーランドです。ジャパン。まあこのパンパスがね、いい感じでできているので、まあいい感じでパンパスもふわふわしてるし、霞草も涼しげだし、まあ、白とブルーでね涼しげな感じでいいんじゃないでしょうか。というか、なおかつ簡単なので今週のキットは結構初心者様向きかなと思います。やっぱりリース作ってるとやっぱいろいろ考えなきゃいけないので、その分ちょっと作った後はね疲れちゃうんですけど、この子は何も考えなくていいので楽しいんじゃないかなと思います。で、スターチスの方はですね、まあ、白をお届けするので、私ちょっと黄色みがかっちゃったんだけど、まあ、白をお届けするのでお好みで好きな量をお使いください。今私が入れた量の倍はスターチスが入ってると思うので、まあ、もっともりもりすると思います。是非楽しんでください。では今週のキットはこちらで終わりになります。キットの方はですね、オンラインショップの方からご注文いただけますので、興味がある方は見てみてください。では終わりたいと思います。バイバーイ。